2013年の阪神タイガースでは、2013年における阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、和田豊監督の2年目のシーズンである。藤川球児がメジャー移籍し、守護神を失った阪神は、前年に16試合先発していた、久保安友新守護神とした。先発陣ではドラフトで百八十四年の島田、秋弘以来、 28年ぶりにドラフト1位のくじ引きを引き当て、即戦力でローテーションに入ることが期待された藤浪慎太郎を獲得した。野手では金本智明、城島健二が現役引退し、ブラゼルが退団し、平野圭一がオリックスに FA 移籍した。その一方、メジャーから帰国した福留孝介と西岡強を獲得した。 外国人選手は、マートン、スタンリッジ、メッセンジャーが安定した成績を残し、主力外国人の対談が前日のブラゼルのみに止まったため、ブラゼルに代わる外国人野手としてコンラートのみを獲得した。阪神が新外国人で野手を獲得するのは2010年のマートン以来であった。最終的には、前年とメンバーが大きく入れ替わることとなった。中西清敷が、 中村勝弘 GM の強い要望で二軍コーチから4年ぶりに一軍コーチとして復帰した。福留が打率1割台に低迷したが、4月5日の広島戦の決勝点や4月19日のヤクルト戦のサヨナラ満塁本塁だなど、勝負強い打撃を見せ、チームトップの打点を挙げた。さらに、西岡が3割を超える打率を残し、藤波が 高卒新人初となる4月3勝を挙げるなど、オフに獲得した新戦力が活躍した。また、新守五神に指名された久保が11試合で2勝1敗、4セーブ2ホールド、防御率0.64と大活躍した。チームも貯金を3つ作り、まずまずのシーズンスタートを切った。なお、開幕で先発出場した新外国人のコンラットは、 開幕3連戦で2塁打3本を含む4安打と上場の滑り出しを見せたもののその後打撃が低迷し4月22日に登録抹消交流戦の DH 要因として再び一軍登録されるも10日ほどで再び登録抹消され阪神に支配下登録選手として在籍した外国人野手では初めて一軍の公式戦で打点を記録できないまま シーズン終了と共に対談した。4月に勝負強い打撃を見せていた福留が5月3日のヤクルト戦第1打席で一塁へ走った際に左膝を痛めて交代、長期離脱した。また、4月は新守護神として大活躍していた久保も5月になると8試合で防御率12点台と打ち込まれる場面が目立つようになり太ももの故障も重なり、 長期離脱した。その一方で、荒井隆マートン、鳥谷の主軸が好調であり、当主人も、ノーミ、メッセンジャーが月間参照を上げるなど、長期離脱の誤算をカバーし、5月を貯金読んで乗り切った。6月に入っても、巨人との競り合いは続いており、6月2日には単独首位に立った。翌6月3日に、首位陥落するも、 再び6月9日に首位に再浮上した。しかし、この首位も2試合しか持たず、6月13日に再び2位に転落した。戦力としては、野手ではマートンが校長をキープし、投手ではノーミが防御率1.05、3勝を挙げ、5月に続いて2ヶ月連続月間 MVP を受賞した。7月序盤にビジターで広島に3連勝したが、 後半の横浜 DNA 戦をホームで3連敗した。また、巨人戦が5試合あったが、1勝4敗と負け越し、6月終了時に比べ、首位巨人とのゲーム差が開いた。今成が19試合に出場し、打率389と好調であったが、打線全体としては沈黙する試合が多くなり、リリーフ陣が崩れる試合も多く、波に乗り切れなかった。 8月全体としては、貯金4としたが、6試合あった、巨人戦を2勝4敗と負け越し、特に27日から29日のビジターの巨人戦で、3連敗を起死したのが響き、7月終了時に比べ、さらに主位巨人とのゲーム差が開いた。戦力としては、野手ではマートンが6本塁打20打点、荒井隆も20打点を上げ、投手では、藤波が4勝を上げ、 松田が12試合に登板し、防御率0.69と活躍した。9月に入ると投打が噛み合わない試合が多くなり、9月7日から12日まで引き分けを挟んで4連敗、9月14日から17日まで3連敗、9月25日から29日まで4連敗、10月8日からのシーズン最後の3試合を3連敗と連敗を繰り返し、借金8と大きく負け越した。 本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関連及び芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身したか、挙手不明を示す。本校では、本シーズン開幕後から本シーズン終了までの入り対談について記述する。 入団対談色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。